朝倉井誠ニュース。一つ目、徴用工問題。日韓企業と個人を中心に資金を拠出する基金設立案が有力に。二つ目、 NHK が中森明菜紅白出演画策中。1989伝説ライブ、高視聴率に上層部びっくり。三つ目、新閣僚と旧統一協会の関係調査は自己申告制。岸田首相周辺、嘘の申告が発覚すれば即刻罷免。またです。徴用工問題。日韓企業と個人を中心に資金を拠出する基金設立案が有力にということで、これソウルからですね、産経が伝えたところによると、韓国大法院、これ最高裁のことですね、最高裁が日本企業に賠償を命じたいわゆる徴用工訴訟問題で解決策を協議する韓国の官民協議会が基金を設立し、賠償を肩代わりする方式を有力案として検討していることが8日、協議会参加者への取材で分かった。同時に、検討されていた韓国政府による肩代わり案については、法的に困難だとの見方が大勢となったそうです。もう本当にね、こう、なんていうの、無限ループ、その通りなんですね。もう何をやったところでこいつら無駄なんですよ。50年前にもう、なんていうの、お互いにこれで全部解決しましょうと、本来だったら日本がですね、韓国に対してお金を出す必要がなかったのに、それどころか韓国あるいは北朝鮮に日本はですね、公的なお金だけでも80兆円のね、資産を残してるんですね。で、その資産をどれもですね、こう返却してくれと言わずにですね、さらにそこに8億ドルに及ぶ有償無償の援助を与えたわけですよ。で、それを自民党のバカがですね、自民党の基地外が国会で、いや、これは独立祝い金にだよとか言ってたわけですね。何が独立祝い金だよっていう話ですけれども、とにかく日韓基本条約で全て終わった話なんです。日本にも不満があるんですよ。なんで日本が払わなきゃいけないんだと。80兆円はね、丸々朝鮮半島に取られ、で、そこに来て今度は8億ドルの有償無償のですね、8億ドルといっても当時のお金ですからね。で、日本はこの8億ドルの拠出に対して、日本がですね、持っていた当時の外貨保有高の3分の2をね、あんた韓国にくれてやってるわけですよ。ただで何の見返りもなくくれてやって、で、できたのがこの日韓基本条約なんですね。どうすんのよ、これ、というですね。そうなんですね。ですから、このね、この日本から送られたお金を韓国政府が全部がめちゃったわけです。がめたと言っても、韓国政府は何もね、その当時のパクチョンヒがですね、大統領だったパクチョンヒが全部ね、ポッケにしまい込んだっていうわけじゃなくて、このお金を使って韓国の重工業化を始めたわけですね。まあ最初は軽工業から始まって、そして80年代に重工業化に成功するわけですけれども、その元にとなったものをハンガンの奇跡というんです。観光の奇跡ですね。このハンガンの奇跡っていうのは、このパクチョンヒがですね、朝鮮半島で起こしたですね、朝鮮のですね、こう、なんて言うんでしょうか、こう、急激な進行ですね、高度成長なんですね。じゃあ、その高度成長の元いとなったですね、原子はどっから出たんだっていうことを、この韓国では一切論じないんです。なぜかと言ったら、それを論じると、パクチョンヒが、このですね、日本から送られたお金を使って、韓国の近代化に成功したわけですよね。そこに追求しなきゃいけなくなるからなんですよ。で、教えられてないもんだから、韓国人は日本から金をもらってないと。だから日本は金をよこせってなってるわけですね。
投げ銭ありがとうございます。本当に今この状況なんですよ。我々日本人のお金がですね、韓国に勝手に流れていって、そしてその韓国で国民に黙って、韓国民に黙って、政府がですね、そのお金を使って、その何ですか、財閥とかね、こういったのをどんどんね、育てたわけですね。ただそれを言うんであるならば、韓国民一人一人も間接的にはですね、この日本からのお金で潤った形になるわけですよね。韓国という国家が、この何て言うんですか、経済的に強くなれば、その恩恵を受けるのは、その国民であることは間違いがないわけですから、ですから間接的にもう日本からお金を受け取ってるんです。で、さらにまたお金をくれとやってるわけですよね。もうこの連中はほっとくに限るんですよ。日本ではもう面倒を見きれません。これが正解です。はい。それでは続いてのニュースを見ていこうと思います。続いてのニュースですね。ちょっと毛色が違いますけど、中森明菜、NHK が紅白出演画策中ということで、ついこの間ですね、1989年に、この明菜ちゃんがね、コンサートやった時の、映像をですね、流してるんですね。で、これが、なんかね、視聴率がね、非常に良かったということで、確かね、世帯視聴率が4.6%だったんですよ。で、同じくね、同じ時間帯でミュージックフェアとかがやられてるんですけれども、あと何ですか、KinKiKids の25周年ミュージックスペシャルなどもあるんですけど、これが世帯視聴率4.6%なんですね。だからその NHK としては、過去のね、明菜ちゃんのコンサートの様子をただ流しただけなのに、世帯視聴率で4.6%取っちゃったというですね。で、なんか今年の紅白に、明菜ちゃんに、出てもらおうということでしてですね、こうやってるんですね。あれはね、自殺前のね、自殺未遂の前の、コンサートですね。まあ本当にね、近藤真彦、金屏風のね、近藤真彦なんていうね、とんでもないね、こう男に騙されてしまったという感じですかね。まあということでね、もしかしたら、今年の紅白にこ、あのー、中森明菜が登場するかもと煽り立てる記事でございました。多分無理じゃないかなとは思いますけれどもね。明菜ちゃんね、このコンサート、このコンサートで2010何年に、1回2000何年に NHK に出て、これが最後になったんですね。紅白に出て最後で、で、その後にね、ディナーショーかなんかのコンサート1回出てるんですね。で、その時にファンに NHK に出たのは失敗だったっていうことをね、こう謝ってるんですね。まあ、何が失敗だったのかよく分かりませんけれども、まあそういうことですので、多分かなり難しいだろうとは思いますけれどもね。はい、ということで今日最後の、ニュースです。新閣僚と統一教会の関係調査は自己申告制、岸田首相周辺、嘘の申告が発覚すれば、即刻罷免というですね。まあその結果ですね、7名だったっけ、7名の人間が更迭されて、新しい顔ぶれになったそうですけれども、なんて言うんでしょうね、本当にこう、地味な内閣ですね。まあ、話題性が全くないですね。こう、無音内閣というんでしょうかね。まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、この統一教会に関してね、こう、政治家として、まず自民党が、この、なんていうんですか、支援を受けていたことは事実。で、その事実を認めた上で自民党を解党して、で、自分たちが出直すっていうんだったら、まだわからんでもないけれども、まあ、結局このありさまですね。まあ、しばらくはこうね、
この統一教会でこう世情が賑やかになるでしょうけれども、ただね、この世情がいくら賑やかになっても、おそらくね、1年経ち、1年どころか半年ですね、半年経ち、1年経った時点で、国民はもう忘れております。で、3年目の選挙の時には、自民党しかないんだとまた始まるわけですね、バカが。ですからもう今のね、今のこの選挙体制ではですね、どうすっ転んでもですね、なんていうの、こう国民の意思を反映できるような選挙結果っていうのは絶対出ないんですよ。一番必要な時に、こう必要な情報が国民に行き渡らないんですね。で、選挙が終わって、こうやって、実は安倍晋三は統一教会の実行部隊の指揮官でした。で、自民党は統一教会とズブズブでした。で、統一教会は日本をサタンの国と呼んでいます。まあ、こんな感じなんですね。まあ、本当にね、どこまでね、我々がこの統一教会の問題、宗教の問題で与党に切り込めるか、それが問われていると思います。